春ウェイ春ウェイ春ウェイ、はい、今回結果報告ありがとうございます。いやー、春ウェイくんがね、あまりにもイケメンでね、まあ、この前お会いしましたけども、イケメンだなみたいな、イケメンなのに自信がないみたいな。でも多分ガリガリですね。僕は最後握手した時にあれみたいな、なんかひ弱ですよね多分ね。僕ね、一応ねスポーツやってきたんで、これ筋トレしてないですよ。筋トレしてないけど結構あるんですよこれ。どうすか、どうすか、結構筋トレしてないですよ。でもなんか握手した時にあれみたいな、あれ潰せんじゃねみたいな。そう、まあいいよまあ自分に自信がないみたいなね、自分に自信がないみたいなこと言ってましたけど、もう全然いいんじゃないですか。だってね、フロントで4万件だって、僕が初めて商品販売した時にこんな売り上げ作れなかったですよ。ね、4万9800円のフロントとバックエンド2本みたいな、30万、素晴らしい。アフリ報酬40万、70万稼いでるわけじゃないですか。70万、十分じゃねえみたいな。そう、やっぱコンテンツビジネスが最強だと改めて感じましたと。素晴らしいですね、やっぱこのコンテンツビジネスが最強って感じてくれると僕は本当に嬉しい限りです。教えてるから、だってもうあらりほぼ 100% ですから。まあアフリエイトもね、アフリエイトも 100% なんですけれども、やっぱその顧客集客代行みたいな、顧客リストを流してるだけなんで、アフリエイトっていうのは基本ね、その分その商品作らなくてもいいですけれども、だからそのまあアフリエイトのメリットデメリットありますよね。頑張って集客した集客を流すみたいな感じなんで、自分で商品売って自分で、しかもそのアフリエイト報酬 100% ってないじゃないですか、ほぼ。だからそのアフリエイト報酬 100% っていうのがあんまり存在しないので、まあなんか探せば存在してるのかもしれないですけど、まあ基本的にそのね、単価高くても 50% とかね、まあその半分とかじゃないですか、 20% とか 30% とかベータですよね。でも自分のコンテンツ販売 100% ですから、これを生き切るとできるようになれば、もうその売り上げはねこう安定して、いけるんじゃないかなと思いますんで、そうだからこの調子で頑張ってください。まああとはもう本当にステップメールからねこう流れ作れば、あとは本当に、まあ、自分 その無料で集客するんだったら無料 その集客媒体を育てるか、ここのステップメールが稼働してある程度売り上げ上がるんだったら LP に広告をかける、 Facebook 広告だったりとか、PPC 広告だったりとか、まあ、いろんな広告媒体あるので広告出すと、だから毎月10万の広告費払って100万ぐらい上がるとか、毎月10万払って広告費10万払って50万ぐらい上がるってなれば、もうそのもはやですよ、もはや、やることは、今月どれぐらいの広告費出そうかな、先月これぐらいの売りだったから、今月10、15ぐらい行こうかなみたいな、やるのそれだけで、あとは売れたらそのお客さんのサポートするだけだから、その他にやることないですよ今月の広告費いくらにしようかなみたいな、ちょっと出してみようってデータ見て、あ、ちょっとコンバージョン落ちてるなみたいな、ちょっと修正してみようかなみたいな、多分その無料の集客 の労力がね全くなくなるんですよそれやると。でもね、僕はその無料の集客媒体っていうのはその資産になるんで、やっぱある程度作っといた方が僕はいいと思いますし、だから僕1万本動画作ろうと思ってる理由としては、その違う段階層に行った時でもこの作業をやったとしてもこっちで来るんで、1万本の資産があればここから完全自動であのお客さんがこうね集客できるっていうのもあって、プラス広告運用もしたらもう神じゃないですか、こっち自動で回るし、これねだある程度もうストックなんで、ストックしとけばもうハイブリッドでね回せるんで、だから僕はそのとにかくストックをね今の段階では作っていく、もう体が動ける段階でもストック作りまくっていくっていうのはちょっと意識してますけど、だからその広告かけるとかね、そのメルマガで売るとかはもうずっとやってきたんで、やろうと思えばできるんで、だけどこの自分のメディアですよね、メディアっていうのは今まで作ってこなかったんで、自分のメディアっていうのは、だからこのメディアっていうのは絶対あった方がいいなと思ってますから、頑張ってください、僕も頑張りますから、はい、ということで今回はね素晴らしい結果報告、いやー、まあ大学生ですよね、大学生で月70稼いでたら
大学生あのね、今回さ東京来た僕はいつも思うんですけど、サラリーマン死にそうなんですよね。まあ、その満員電車とかで、で僕もその夕方とか山手線乗るとブワーみたいになってるんですよ、ね、手取りいくらやねんって話じゃないですか。ブワーなんて大学生で70万稼いでたら嫉妬ですよねまあこれが、まあ、時代の流れかなと思いますけどね、うん、だからこの時代の流れに乗れるか乗れないか、乗るか乗らないか、やるかやらないか、これだけですね。はい、頑張っていきましょう。引き続き本当コンテンツ販売がマジで神なんで、もうコンテンツ販売しかないです。僕はもう本当14年ありとあらゆるビジネス見てきましたけど、情報ビジネス、コンテンツビジネスがもう神です。神なんです。もうこれ以外のビジネスモデルはもうないと僕は言い切りますから、逆にこれ以上のビジネスがあるんだと教えてくれと僕は言いたいですね。うん、頑張っていきましょう。はい、ではありがとうございます。